俺の名前は平田康夫、37歳の元会社員。いやー、溝の中に変なおじさんが。筋金入りの変態として数年前に世間を騒がせた速攻男だ。俺は4人兄弟の長男として神戸で生まれ、普通に育ち、普通に学校へ行って、普通に就職して生きてきた。おまわりさん、こっちです。またお前かい。ただ一つみんなと違う点といえば、特殊な癖を持っていること、それだけだ。俺は小さい頃から側溝や狭いところに入って遊ぶのが大好きで。また溝に入ったんか。制服が泥で台無しやんか。おかん、ごめん、ついつい入ってもだ。それは中学生になってもまだ続いていた。そしてある日、俺の人生を変える事件が起こる。はっ、これは側溝に入っていた時に、ふと上を見上げると、たまたま道を歩く女性のおパンティーが見えたのだ。まるで雷に打たれたような衝撃が全身に走り、呼吸するのも忘れるほどの興奮が俺を襲った。ゆっ、すげー、すげー。この時俺は中学生という若さで道を誤り、変態としての人生を歩み始めたのだ。それからというもの、暇さえあれば速攻に入るようになってしまった。安尾くん、あかん、全然興奮できへん。それなりに女の子と付き合ったこともあるが、彼女ができても俺の異常な欲求は収まらない。それは社会人になってからも変わらなかった。みんなが休日に趣味を楽しんだり、恋人と一緒に過ごす中、俺は休みにもかかわらず早朝5時に家を出て、ゴキブリのいる側溝に入る日々。通勤通学時間にあたる朝7時から9時のゴールデンタイムがもはや俺の生きがいで、 OL に女子大生、ああやっぱり朝の8時は最高や。頭ではいけないことだと分かっていても、欲望に負けて速攻の中に入ってしまう。覗きをするときはいつも人気のない早朝に速攻へ入り、人通りの減る午前10時頃に外へ出る。よいしょっと。狭くて汚い速攻の中に 5,6 時間いることになるのだが、そんなの一切苦にならない。実は速攻から出てくるところを目撃されて、何度か通報されたこともあるのだが。速攻の変態、そんなところで何しとるんや。やば。いつも警察が着く前に何とか逃げることができていた。でもそんなある日、とうとう俺に天罰が下る。いつものように早朝から速攻に潜んでいると、朝8時頃通行人の女性とバッチリ目が合ったのだ。駆けつけた警察官に必死に言い訳してみたが、違うんです、溝に100円玉を落としてしまって、それを探してただけなんです。もっとマシな言い訳せ。2013年に俺は初めて迷惑防止条例違反の罪で逮捕された。初犯ということもあって罰金だけで済んだものの、俺は勤め先の会社をクビになり。あんなことするなんて、私の育て方が悪かったんでしょうか。母親に連れられ精神科へ通う日々が始まった。逮捕されて初めて自分のしたことの重大さがようやく理解できたが。お母、ごめん。人間そう簡単には変われない。俺はしばらくすると母親の目を盗んでは速攻に入るようになっていた。そしてある日、俺はついに神スポットを発見してしまう。このスカート率の高さ、干からびた砂漠の中のオアシスや。お嬢様学校として知られる女子大と付属の女子校付近に侵入可能な側溝を見つけたのだ。この道には幅約55センチ、深さ約60センチの溝があり、いける、この広さなら5時間、いや8時間は余裕で覗き続けれる。格子状の鉄蓋は手で簡単に開けられる構造になっている。こうして俺はまた早朝に家を出ては速攻に通い詰めるようになってしまった。せっかくやからスマホでも。でしかしそんなある日、ひょんなことから速攻に潜んでいることが通行人にバレてしまう。この日もいつものように午前3時頃から速攻内にスタンバイし、チャンスを伺っていたのだが。え、あんなところにウィッグが落ちてる。蓋の鉄格子の部分からなんと髪の毛が飛び出していたのだ。そして朝8時頃、出勤途中の美容師の女性が通りがかり、あ、不審に思って足元を見下ろした女性と鉄の蓋越しにバッチリ目が合ってしまった。そして2015年8月、迷惑防止条例違反の疑いで俺は再び逮捕された。なんでまた再犯したんや。俺だって本当はやめたいんです。やめられない、止まらないって感じで。最初の逮捕から早2年が経っていた。
こうして28歳で2度目の逮捕を食らったものの、俺の長所はどこでも寝られるところで、短所は速攻に入ってしまうところなんです。お前な。俺は再び治療を受けると約束し、罰金50万円を支払って釈放された。しかしこの時、速攻男が再犯したと各メディアに実名で大きく報じられ、そんな変態番付で横綱に認定されてる。俺は厳しい社会的制裁を受け、両親や兄弟にも多大な迷惑をかけてしまった。今度こそ変態の自分を抹殺して、普通の男に生まれ変わろうと俺は決意し、もう二度とあんなアホなことしたらあかんよ、一緒に病院行こう。うん。欠かさずカウンセリングを受け、自助グループにも参加した。こんな俺を見放さずに支えてくれる母のためにも更生しようと誓ったが、アホやな、速攻に入ってたら今のバッチリ見れたのに。あかんあかん。毎日のように耳元で悪魔のささやきが聞こえてくる。そして2度目の逮捕から8年後、俺の欲求はついに爆発してしまう。あの時の高揚感と興奮がどうしても忘れられず、とうとう俺はあの聖地に舞い戻ってしまったのだ。しかもちょっと頭脳派になっていた俺は、効率よく同時に2つのスポットを覗ける方法を思いつき、スマホを A 地点に設置して録画し、自分は B 地点に潜んで肉眼で楽しむという新技を編み出していた。しかし2023年9月、俺の悪事は再び暴かれることになる。あれ、こんなところにスマホが。親切な女子高生が速攻内に設置していた俺のスマホを落とし物だと思ってわざわざ拾ってくれたのだ。でも女子高生は録画中になっている俺のスマホを見て不審に思い、これ溝の中に落ちてたんですけど、なんかずっと録画されてて。それを交番に届けたことで警察に俺の犯行だと特定されてしまったのだ。でもこの時の俺はそんなことを知る由もなく、まだあいつか、もしかしたらまた現場付近で潜っとるかもしれへんぞ。スマホの設置場所から50メートルほど離れた別の側溝内でのんきに4時間も覗きを続けていた。すると突然警察が蓋のない部分から側溝内を覗き込んできて、何しとるんや、出てこい。一瞬逃走を試みたが、側溝から出たところですぐに身柄を確保された。3度目の逮捕に警察も怒りを通り越して呆れ果てた様子で、生まれ変わったら道になりたい。ええ感じの言い方すな、ただの変態が。今回は迷惑防止条例違反ではなく、性的死体撮影処罰法違反という罪に問われた。それでも入院治療を受けることを条件に執行猶予がつけられ、被告の犯行は常習的であり、県民生活への安全や秩序に与える悪影響は大きい。懲役1年6ヶ月保護観察付き執行猶予4年の判決が下された。そして保釈されるのと同時に、俺は専門の更生施設に入院した。綺麗なナースが溝の上を。安尾、どこ見てるんや。しかし散歩に出ると、やっぱりどうしても速攻が目に入ってしまうのだ。俺は中二の頃から1000回以上も溝で覗きを繰り返した筋金入りの変態だ。あかん、もしまた速攻に入ったら、文字通り俺は人生をドブに捨てることになる。こんな俺が更生できる日は本当にやってくるのだろうか。